おはようございます。明細チャンネルのゆうきです。今日は2024年4月14日、ここは JR 東日本大宮駅です。今後この大宮駅を中心に活動することが多くなるので、動画の冒頭に大宮駅でこのように挨拶をすることが増えると思っています。そこで今回の動画では大宮駅でいい感じにオープニングができるような場所を探そうと、そういう動画です。理想としては某 S 文字さんが使っているような大阪駅で非常に人が少なく、また大阪環状線や大屋根が見えるため一目見て大阪駅だとわかる、そのような場所の大宮版のような場所があるといいなと思っています。正直ここは人も多いし、大宮駅だとはわかるものの駅名が見えているだけだし、勧誘なんかに話しかけられることもあるんでね、結構取りづらくて使いづらいです。とりあえず今いる2階から1階に降りてみようと思います。人も少なそうに見えるので。ここは行っちゃいいけど、さっきのとことトントンぐらいですね。タクシーの主張が激しすぎる感じもします。海の中に屋上庭園的な場所を発見しました。ただここは入れる時間も決まっているし、子供たちも多すぎるし、何より見える景色が線路側ではないので、この景色を見てもああ大宮だなとはならないんですよね。ダメですね。一番の理想としてはこの動画が撮られた場所を探したいと思っています。鉄道博物館の宣伝の動画なのですが、良くないですか。入場券を買ってホームに来ました。ここは3、4番ホームです。大宮駅から東京新宿方面の列車は3、4、5、6の4つの番線から出るのですが、列車によって3、4番から出るか5、6番から出るかほぼランダムになっていて、接続の関係で交互に使われる感じになっているので、交代交代にどちらかのホームは人が全然いない状態になります。ホームの端なのでなおさらです。なのでこれからすぐに電車に乗ってどこかに行くような企画をする場合は、普通にホームの端で挨拶を済ましてしまうのが楽かもしれません。ここならある程度大宮駅だとわかるし、それからすぐに電車に乗る場合は入場券を買う必要もないですしね。先ほど言った通りホームが交互に使われる関係で、あるタイミングで使われていない側のホームはここまで人が少なくなります。ホーム中ほどですよ。全然人がいないですよね。この時の状況としては、次の列車が上野東京ライン、湘南新宿ラインともに5、6番線から出るので、この3、4番線には全然人がいないという状態ですね。ホームの北側に来てみました。こちら側では京浜東北線が東武野田線に対して、お前なんかと直通運転するわけがないだろうと威嚇する様子を見ることができます。ホーム中ほどにさえ人がいなかったので、もちろんこちら側でも人は少ないですね。大宮駅は橋上駅舎になっているので、ホームの真ん中に大きな跨線橋があります。じゃあそこから外の様子を撮ればいいじゃないかとは思うのですが、あの跨線橋通路の両側に店が入っているので窓がないんですよね。なので外を撮ることはできません。それができればいいんですけどね。あの橋からとかだと大宮駅の様子が結構よく見えるんでしょうが、まあ行くのが面倒ですからね。ココアを買いました。埼京線のホームにも来てみました。人は少ないけど暗いし、大宮駅間もあまりないのでボツですね。せっかく入場券を買ったので新幹線のホームにも来てみました。この15、16番線はほとんど使われないホームになっており、16番線に関しては定期列車では1本たりとも使う列車はありません。15番線も使う列車はあるものの、東京行きの一部で次の列車まで50分となっていることからもわかる通り、ほとんど使われないホームです。なので、このホームが人でいっぱいということはまずないわけです。だからまあ、新幹線でどこかに行くようなことをするときは、
ここでってことをやってもいいかもしれません。東京方面の列車が入ってきたのですが、最近は節電のため車両横の電光掲示板を走行中継していることが多いのは知っているのですが、ホームがない側はつけていないんですよね。ここまでやるんですね。すごいなと思いました。ここに列車を待つ待機列があるんですけど、これ自発も用意されてるんですよね。使われることないと思うんですけどね。多分。夏休みとかだと臨時列車が立て続けに来ることもあるのかもしれませんが、果たして使われることはあるのでしょうか。改札を出て東武野田線の連絡通路に来てみました。ここ窓あるんですね。一応外が見えます。斜め向きの窓もあって、こちらからだと結構、外の大宮駅の様子が見えると思います。ただこの通路、時間によって入れないんですよね。ワッフルを買いました。大宮駅を一通り歩き回ってきましたが、結局思っていたような場所は見つけれませんでした。結局ここに戻ってきてしまいましたね。何かいい場所を知っている人はコメント欄で教えてくれると非常に助かります。別にここも悪くはないのですが、ここにいると冒頭言った通り宗教勧誘の人に話しかけられたり、あと普通にその辺の通行人に何だあいつって目で見られるんで、結構取りづらいんですよね。ご視聴ありがとうございました。この動画が面白かった人はチャンネル登録、高評価、コメント、動画の共有などお願いいたします。またのご視聴をお待ちしております。